それとね、アスカにうちの反乱があったときね、反乱って反対の反にね、じゃないよ。そして半分の男子、全中男子、うち本人ね、半分にしようがどうしようが、まずうちの半分がね、ちょっとアスカの方にもその、本当はおつじさやかやんかな、中で顔いかけてさやかってね、に、ちょっと出張してたことが多い。で、結局その時にやった制度っていうのは、まあ、そのフィードバックとかね、みんなの意見を聞こうと、聞きながら変えようと。で、結局アスカからうちに、この事件はないよ、全然さ、この事件は、これだけはやめてとか、ここなんとか変えといてとか、それはもうしたくないよ、お願いとか。そういうみんなの希望、目安箱になっとって。加藤目安箱っていうのかな。覚えてるやろ、その人は。自我の人覚えてますよ。で、こっちも覚えてるよ。細胞も覚えて思い出すよ。なんでか、その時の遺伝情報が作った細胞やから。その時の遺伝子に含まれてた遺伝情報が、今回のこの遺伝子にも含まれてる遺伝情報なら、言われたら思い出すよ。実はね。で、結局、うちがおらんと帰られんから。だから、うちがその人転送せんと帰られへんねん、また。だから、この身分で、この立場で、身分によって、この立場で、じゃあ、やめろーって言ってもやめない。それは、歌も一緒。なんでか言ったら、歌を聴いて、ね、それを聴いた司令官が、作戦終了時間って、うちがその司令官の人生を生きて言わなかん。それが半分の男子が飛び込んで変えるなんちゅう話じゃないの。やめて、やめて、あ、そう、うるさい、やめて言うと、分かったよ、うるさい。その連続やろ。そういう問題じゃないんだ、あなたが誰か分かるけど。主催半分じゃない。半分で変えてみれるのか。半分じゃ変えられへんねん。そらせん、負けんねん、半分じゃ。全部言ったら勝てんねん。あ、半分じゃ負けるんか。じゃあ、半分になった今がチャンスって、加藤明日香を、軟禁、軟禁。レイプランなどして、うちを脅すとか、そんな犯罪がちょうどあったとかに。まあ、今回の事件、ちょっと一個前の事件周辺。そればっかり、それの解決が大変になって、もう、うちくたくたに疲れて。なぜやろ。なんとかなったんちゃう、それでも。な。なんで、鬼滅とかあるの、それのパロディーだよ、ね。だから、犯罪おかしかったやろ、やっぱり。そんな程度は。それはみんなの遺伝子は何となく既視感があるんだ。だから勝っちゃうの。じゃあ誰かそれ書いたもん勝ちやん。うん、それ書いたもん勝ちやん。そういう実際に他の事件で起きたことは既視感があるからね。でも毎回同じだが、大体書いてるの。大体、あの内容は、特定の内容はね。一定の内容は別だけど、特定の内容は毎回同じのが書いてるの、大抵はね。まあ、次元事件みたいなのない限りね。妖精事件とかいいかな、そういうね。実はね、そんなの、あの捜査協力を実は警察にすでに申し出たあとやで、実は。本当やね。ただし、うちの、あの裁判は確定してないんですよ、判決。だから、やっぱり協力はできませんよね、それで。一応、協力できる能力ありますけど、このうちの裁判が判決出てないの、確定してないので、協力できないでしょって。はい、刑法上できません。刑事訴訟法上できません。でしょ、それが残念ですって言ってだからその先協力できへんけどネットに書くのは自由こんなん、ね、ネットに書くのは自由こんなん、ね、それは捜査に役立つなんかいろんな事件解決し始めてたよなんか急にすごいスピードでうわやアスカを捕まえてやめたそのアマをもう読められたんね、そんな作戦も読む。バレバレやで、みんな。な、ナスカ乗るだけ。ナスカが悪いやんくらい。な、いや、憑依されてるから乗っちゃうんですよ、そうよ。憑依されてるから乗っちゃうし、憑依されてるからやっちゃうの、あんたらも。ナスカもあんたらも同じようなもんやんか。な、いや、憑依をなんと落とすしかないや。今回のこの話、憑依は落ちたんちゃう、結構。我に返ったでしょ。それでも戦争すべきならしなさいよ。次元流の話で説明してるでしょ。憑依が落ちてもそれでもの体を張って国策、自分が正しいと信じた国策、自分が正しいと信じた外交政策、
をせなならんと思うんだったら、それは君の正義だろ。ところが、おいどんにも正義が壊す。正義の思考で決着つけようとする。な、どっちの正義、拮抗する別の正義、決着つけるのは仕方ないって。今でも決着を戦争でつけてるの。な、正義同士が拮抗してるときに、どんな歌でそれをしていくか、これが硬いんだな。じゃあ、今から歌詞頑張って作れ。どっちも正義やねん。その歌詞にとってもどっちも正義やと思える。で、その正義を信じてる、たくさんの貧しい人たちがいる。愛では食えない。これを救う。今、現役の歌詞全員書いてみたまくし。それを、戦争の風景の実況放送の恒例のダイナミの前でその歌を披露してみた。ダンス。ダンス歌を見るでしょ。オタクから。左右したけど。そうなんですよ。日本人の。聖なる日本人の精神性とか。が、地球人類救うんでしょ。その温度で救うんでしょ。それで救えたらいいね。それで救えたらいいね。それで救えたらいいね。その思いはあなたもよく